こんにちは、生ステイ。数字ゼロの物語を続けましょう。質問です。どうして数字ゼロをこのように丸の形で書きますか。世界のいろんな国で数字一から九の表し方はそれぞれですが。数字ゼロはほとんど世界のどこへ行っても。 このように丸として表します理由は何だろう動画を一時停止して考えてみてください答えは数字ゼロは完全なものだからこのように丸として表します完全なもの完全なものとは何のことかというと例えば何かのものがあるとします このものを完全に引き出しても完全に取り出してもまだ完全に残っているのであればこのものを完全なものと呼びます。えそれはあり得るの例えば私はアイスクリームを持っているとします。じゃあ僕のアイスクリームをあなたにあげたとしたら僕のアイスクリームはもう消えたでしょう。だからアイスクリームは完全なものではないよね。で あれば完全なものってどこにあるのじゃあ数字0を思い出してください数字0からいくらの数字0を引いてもまだ数字0が残ってるでしょう0-0は0だから数字0は完全なもので完全なものだから このようにコンプリートの意味で丸として表しています。数字0はあなたの中にも内蔵されているでしょう。だからあなたの中にでも数字0のように完全なもの、完全な特徴が3つあるのです。それを1つ1つ見てみましょう。1つ目はお母さんが あなたにあげたものです。それは命です。お母さんがあなたに命をあげたとしたら、お母さんの命が消えちゃうのそれではないでしょう。だから命は完全なものです。それは1つ目です。2つ目の完全なものは、今私があなたにあげているものです。それは何だろう 知識です私があなたに数学の知識をあげたとしたら私の数学の知識が消えちゃうのそうではないでしょうだからあなたの中にあるあなたに身につけてある知識は2つ目の完全なものです3つ目はじゃあヒントをあげます例えば あなたは何かうるさいことをして今日お母さんに殴られたとすごい悲しい <laughs> ちょうどその時私がなぜか幸せそうでしたあなたはもし私を見て嬉しく幸せに感じたとしますじゃあ僕を見てあなたが幸せになったとしたら私の幸せが消えちゃうの そううでではないでしょうだからあなたの中にある3つ目の完全なもの完全の特徴が幸せですじゃあ命知識そして幸せはあなたの中にある3つの完全なものですこれらは常にあなたのものあなたの本質で誰にも盗まれないものです では今日のレッスンに戻りましょう今日は掛け算を学びましょう掛け算とは数字に同じ数字を何回か何回か足すことを掛け算と言います一番簡単な掛け算は数字の2倍です例えば数字5にもう一つの5を足すと10でしょう これは5足す5ですよね。これを5に2をかけたことになります。5る2は10。つまり5の2倍は10。じゃあ次、例えばもう少し難しい問題見てみましょう。34の2倍は 34の2倍は 34+34 34これは68これだけですね次例えば42の2倍は答えがもう出てるでしょう42の2倍は 42+42 42で84繰り上がりもないから楽でしょう次もう少し難しい問題をやってみましょう 35の2倍はこちらももう答えが出てるでしょう35足す35は70ですよねこれどうやってやってました ?35 を30と5に分けたでしょうそれぞれの2倍を計算しましょう30の2倍は60で 5の2倍は10で60に10を足すと70これだけでしょう動画を一時停止してこの2つの数字の2倍を計算してください26の2倍は簡単ですよね26足す26は52。 68の2倍は68足す68ですよね。じゃあやってみましょうか。68を60と8に分けます。それぞれの2倍は、じゃあ60の2倍は120。8の2倍は16。じゃあ120足す16は これだけですよね。一つ面白いことは例えば次680の2倍を求めるとします。この場合の答えはこちらも簡単です。68の2倍はもう136ですよね。これをこのまま書いてこちらの0を 後ろに作るとこれだけです動画を一時停止してこの2つの数字の2倍を計算してみてくださいただ見るだけで答えが出るかもしれませんじゃあ91の2倍は91を90と1に分けましょう それぞれの2倍を求めると90の2倍は1801の2倍は2合わせると182これだけだったんですよね次260の2倍は26の2倍は先ほど計算したように52だったんですね残りは こちらにある0をそのまま後ろにつけると答えは520次はもう少し難しい問題を見てみましょう273の2倍はこの場合273をどのように分けた方がいいでしょう例えば273を3つの数字に分けることができるでしょう200と70と3ですね または273を270と3に分けることもできますその後はそれぞれの数字を2倍にして合わせるだけじゃあ自分でやってみてください例えばじゃあこっちからやりましょう この場合は200の2倍は40070の2倍は1403の2倍は6これだけですね2を倍にして4にしてこの2つの0を後ろにつけてます7を倍にして14でこの0を後ろにつけてますそれだけですね じゃあこれで答えはですねこ,れこの方法もやってみましょう270の2倍は27の2倍は54でこの0をそのまま後ろにつけると 540+3 の2倍は6で 540+6 で546動画を一時停止してこの問題をやってみてください636の2倍を計算してください同じやり方ででは一緒にやりましょう636をどのように分けましょうか600と36でよいでしょう それぞれの2倍を計算しますと、600の2倍は1200。6を2倍にすると12で、この2つの0をそのまま後ろにつけているだけです。次、36の2倍は72。合わせると、1272。これだけです。 かけるこれは学んでないですね。でも数字に2をかけることを学べば数字に4をかけることはすごい楽です。なぜかというと4は2る2で成り立っているからです。だから数字に4をかける場合はどうするかというと。 一度数字に2をかけてその答えにもう一度2をかけると済むのです。やってみましょう。つまり35を一度2倍にして 35+35 35で70を出します。次は70をもう一度2倍にすると140です。 これは 35×4 です。さあ 35×4 は140。これだけです。動画を一時停止して同じ方法でこの2つの問題を解けてください。数字に4をかける場合は数字を2倍してさらにもう一度2倍するだけです。ではやってみましょう。 16の2倍は32で答えをもう一度2倍にすると64これだけです。また26の2倍は52で52をもう一度2倍にすると104でそれが答えです。 次は 45×8 これは同じやり方できるのでしょうか一時でしてちょっと考えてみてくださいできるでしょう数字に8をかけることも数字を何回か2倍することでできるでしょう何回ですか ?3 回ですよねなぜかというと8は 2×2×2 で成り立ってるから数字に8をかける場合は数字に一度2をかけて答えにもう一度2をかけて答えにもう一度2をかけると済むのですじゃあやってみましょう45をまず一度2倍にしますそして90ですね 90をもう一度2倍にして180ですね。9の2倍は18で、この0をそのまま後ろにつけてるだけです。じゃあ次、最後に180を2倍にすると18の2倍は36で、この0を後ろにつくると答えが360。これだけでしょう。 動画を一時停止して同じやり方を使ってこの問題をやってみてください12に8をかけてますそれをどうするかというと1回目は12を2倍にして24を出します。 もう一度今度24を2倍にして48を出します最後にこの48を2倍にして96を出しますそれで答えが96です当てましたか数字の2倍を計算するのはとても楽しかったでしょうもう一つの楽しいことをやってみよう それは数字の半分です。例えば数字10の半分は5ですよね。これは10を2で割ることと同じです。それを10割る2イコール5と表します。つまり何かの数字を 2で割ることはその数字を半分にすることと同じです動画を一時停止してこの3つの割り算問題をただ見るだけで答えを出してみてくださいじゃあ一緒にやりましょう8る2はつまり8の半分は 4ですね。6 0る2つまり60の半分は30。3 0る2つまり30の半分は15ですね。8と6は偶数だから半分は簡単なんですが3は奇数だから。 半分は簡単じゃないで,しょうでも答えがあなたの体から自然に出てきてたんですね。どうやってあなたの体がその計算をやってたでしょうおそらくこれでしょう。30を20と10に分けてそれぞれの半分を計算してたで,でしょう。20の半分は10で。 10の半分は5で10たす5で15を出していたかな考えてみてください。動画を一時停止してこの2つの問題をただ見るだけで答えをあなたの体から出させてください。 4 6る2つまり46の半分は23と答えが出ていただしょう。これは単純ですね。4の半分は2で6の半分は3だから。54の場合はどうしたらいいでしょう ?54 の,この5は奇数だから単純じゃないですね。じゃあ、 54を2つの数字に分けましょう。50と4ですね。じゃあ、それぞれの数字の半分を計算しましょう。50の半分は25で、4の半分は2で、25たす2は27。 合ってましたか次はもう少し大きい数字の半分を計算しましょう自分でやってみたいなら動画を一時停止してやってみてもいいですよでは一緒にやりましょう178を半分にすることができる数字にいくつかの数字に分けてみましょう例えば178をを 3つの数字につまり100と70と8に分けることができるでしょうじゃあその後はそれぞれの数字の半分を計算します。100の半分は50で70の半分は35で。 8の半分は4で、じゃあこの3つを合わせると89。これが答えですね。7 2る4数字を2で割る場合は、数字を半分にしてました。数字を4で割る場合は、繰り返して何回か半分にするだけでしょう。何回ですか 2回ですねなぜかというと4は 2×2 で成り立っているからです。じゃあ数字を4で割る場合は数字を繰り返して2回半分にします。やってみてください。1回目の半分は36ですね。じゃあ繰り返して36を半分にすると18。これが答えです。 同じように数字を8で割る場合は数字を繰り返して何回か半分にしないといけないです。今度何回だろう3回でしょうなぜかというと8は 2×2×2 で成り立っているから数字を8で割る場合は繰り返して3回半分にします。 動画を一時停止して自分でやってみてくださいではやりましょう1回目の半分ですね104の半分は522回目半分します52の半分は263回目26の半分は13これが答えです 同じような問題がいくつか宿題の本にありますので後でやってみてください。最後に2点面白いことを学びましょう。数値に10をかける場合どうすればいいか分かりますか例えば 4×10 はこの場合は単に4の後ろにこちらの0をつけて40にするだけでしょう。 大きい数字でも同じ。例えば 44×10 の場合は44の後ろにこちらの0をつけて440とするだけでしょ ?44×5 の場合どうすればいいでしょう何か簡単な方法があるのでしょうか考えてみてください。数字に5をかける場合は 一番楽の方法は数字に10をかけてその後半分にするだけです。なぜかと言うと5は 10÷2 だから数字に5をかける場合はまず10をかけてその後2で割るつまり半分にするだけです。じゃあステップ1 44×10 はこちらは単に44の後ろに0をつけて440これだけでしょうステップ2は2これは440の半分は220これが答えです。 ではこのやり方を使ってこの計算をやってみてください動画を一時停止お願いしますでは一緒にやりましょう数字に5をかける場合は簡単の方法はまず数字に10をかけてその次半分にするだけですステップ1は 87×10 は87の後ろに0をつけて870です。ステップ2は870の半分つまり 870÷2 これは435これが答えです。 当てましたか数値の2倍や半分の計算はとても楽でいろいろな掛け算や割り算の問題で我々の助けになります。最後に一つの例を出して終わります。参考までです。例えば85を5で割りたいとします。このの場合実際5で 割るのではなくただ見るだけで答えが出せるのですヒントは5は10割る2ということですどうやってできるでしょうか動画を一時停止して考えてみてください数字を5で割る場合はまず数字を2倍にして その後、10で割るのです。それが一番楽の方法です。ステップ1、数字の2倍を計算して、例えばこちらは170を出します。ステップ2、170を10で割るのです。10である数字を割る場合は、 答えは結構簡単でこちらの後ろについている0を消して17にするだけです。これが答えです。今日のレッスンはこれで終わりになります。ありがとうございました。